こんにちは。ヨガ講師のめぐみです。30日間朝ヨガチャレンジ Day 27は呼吸を深めるヨガをお届けします。秋は東洋医学でいうと肺が大きく関係してくる季節なんですが、だんだん乾燥が深まるにつれて肺は弱りやすくなってきます。そして私たち日常生活の姿勢の癖で、どうしても現代人はこう背中が丸まって、こう肩がぐっと入りやすかったり、呼吸が浅くなりやすい状況なので、今日はすっきりこう呼吸ができる体に整えていきましょう。そしたら両手こう楽に少しこう柔らかく保ちながら、まずタッピング、この肩や胸、肋骨あたりをポンポンポンと指先で軽く叩いていきましょう。首とか肩とか、指で触れていくだけでも人の体はこう緩み始めるので、もうちょっと下まで降りて、こう脇腹とか、そう、このね、ちょっと腕を上げて、結構硬いなって人も多いと思います。私もこの脇の下のあたりとか、こう筋肉が張りやすかったりします。そしてゆったり呼吸することも忘れずに、そしたら両手動きを止めて体の横に置いて、ここから吸う息で肩を前から上、吐いて下、こう後ろにストンと下ろしていきます。5回やっていきましょう。吸って吐いて、吸って回し上げて、吐いてストンと下ろす、吸って吐いて、ラスト一周。そしたら両手を組んで、このまま吸う息で手のひらを返して大きく上に伸びていきます。親指を押し上げて、ぐーっと胸を反らせるように体の前面開いていきましょう。吐いて背中を丸めます。手のひら体の方に向けて、両手を遠く、おへそを背骨の方に近づけて背面を広げます。吸って大きく体を反らせて、吐いて丸めて、何度かご自分のペースで続けていきましょう。こう吸い息、骨盤と肋骨の間を大きく引き離して、吐く息、背中を丸く、顎を胸の方に近づけて、あともうワンセット。次に背中を丸め終えたら、ゆっくり真ん中に戻ってきて、で真ん中に戻ってきたら、拳を左に引っ張って右の背面を広げていきましょう。ぐーっと右の背中、伸びを深めていきます。顎を胸の方に近づけて、吸って真ん中に戻ったら拳を右へ、今度は左の背面広げていきましょう。背中の硬さも呼吸の浅さと関係してきます。吸って真ん中に戻って、もう一度吐いて拳を左に、右の肩甲骨と引っ張り合うように、吸って真ん中に戻って、ラスト吐いて拳を右に、左の肩甲骨と引っ張り合って、左の背面広げていく。真ん中に戻ったら両手をほどいて、一度両手を背中で組んで胸を開いていきましょう。肩甲骨寄せて、ぐーっと拳を後ろに引いて、胸、肩を大きく開いていきます。視線が天井、肩甲骨ぐーっと寄せ合う、吐いてふわっとほどいていきます。そしたら立ち上がっていきましょう。立ち上がったらまずブレスワークをしていきたいんですが、足を軽く腰幅くらいに開きます。そしてこう腕をこういうふうに動かして、この動きに呼吸を連動させるんですが、吸って吸って吸って吐く、吸って吸って吸って吐くっていう動きをしていきます。吐くとき口からハッと吐いていってください。やってみましょう。吸って吸って吸って吐
って吸って伸びて、はあと2回伸びて、吸って吸って伸びて、一回起き上がってきます。ゆっくりロールアップ。頭が最後に背骨の上、ちょっと呼吸と血液落ち着かせていきましょう。今自然と呼吸が広がってくるのを感じていってください。そしたら両足を大きく開いて立っていきます。つま先を外に向けて、両手を組んで手のひら下向き、そしたら体をこう前に倒して、ここから吸う息でぐーっと円を描くように吐いて下、今度反対回り、吸って吐いて、何度かやっていきましょう。なるべく手のひら遠く通りながら全身を大きくストレッチ。そう、吸う息、両手が上、軽く体を反らせて、吐いて下、体を丸めるように。あともう一周、じゃあ次に下まで来たらロールアップ、手をほどいて、両足、こうつま先も膝も外に向いてるポジションです。吸って両手を回し上げて頭上で合掌。吐いて両手胸の前、膝を曲げてスクワットに入っていきます。もう一度吸って大きく伸びて頭上で合掌。吐いてスクワット。あと3セット、ご自分のペースで。両足裏どっしりマット感じながら土台を安定させて、吸って指先遠く、吐いて深く腰を沈めて、両手胸の前で合わせて、ここで3呼吸。なるべく肩楽にふわっと鎖骨を開いて、余裕があればもう一つお尻を下ろしていきましょう。ちょっとしんどいくらいこうももが、オッケー。そしたら膝を伸ばして手をほどいて、ゆっくりしゃがんでいきましょう。あぐらで座ったら両かかとが体の中心、一度ツイスト入れていきます。体を右に向けて吐いて右にツイスト、両手は楽な位置でいいです。真ん中に戻ったら今度は左にツイスト、吐く息でお腹を薄く、肋骨をもう一つ左に向けて、じゃあ真ん中に戻ってきたら両手を胸の前で合わせていきます。親指が胸の真ん中、そっとまぶたを閉じて、今日のアファメーションは、私は変化にスムーズに対応できます。私は変化にスムーズに対応できます。体が常に呼吸をしているように、私たちは一瞬たりとも留まることなく変化し続けています。その変化に抵抗せず、今日もその流れに乗っていきましょう。最後、オウムのチャンティングをして練習を終えていきます。鼻から吸って、ほう。ありがとうございました。今日は呼吸が深まるヨガをお届けしました。最後のチャンティングでも結構呼吸が深まると声が深く太く出るようになるので、変化を実感できたかもしれません。この状態を大切に今日も一日元気にお過ごしください。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。